どうも、高弘です。今回はね、こちら、最近たまにスーパーなんかでも見かけますけど、これね、ドラゴンフルーツと言います。もともと原産はね、メキシコや、中南米の熱帯雨林に生えていたサボテンの果実なんですね。ただ今ではね、世界のあちこちで栽培されていましてね、いろんな種類があります。だいたい約20種類以上あります。日本でもね、実は20年ぐらい前に沖縄でね、栽培し始めています。ただ国内で出回っているのはね、ほとんどが輸入物ですね。種類もね、この切った時に中がね、白いものと赤いものがあるんですけど、ほぼこの2種類ですね。これそしてね、なんでドラゴンフルーツかというとね、この皮がこのドラゴンの鱗のように見えるので、ドラゴンフルーツと言います。今回本当はね、この赤と白の両方紹介しようと思ったんですけど、今回この白のね、ホワイトピタヤと言いますね。ドラゴンフルーツのことを英語でピタヤというので、ホワイトピタヤと言います。このね、レッドピタヤとホワイトピタヤの違いをね、紹介しようと思ったんですけど、今回はちょっとホワイトしか入らなかったんで、これをね、どういう風に皮を剥いていくのかとかね、食べ方なんかをちょっと紹介したいと思います。じゃあ早速ね、これちょっと切りたいと思います。まずね、こういう風に切らなければいけないという決まりはないです。どういう風にして食べるかとかね、どういう風に料理するかによってね、切り方は変えていただければいいと思うんですけど、まずこの皮をね、まずね、こう半分にパッと切ってしまってもいいんですけど、こういうのがもしかして、ね、邪魔だという時はね、この上からね、こういう風に手で剥くこともできます。輪切りとかなんかしたい時はね、こういう風に剥いてから輪切りにした方がいいですね。ただもう今回はね、もう真半分に切ってしまいたいと思います。はい。ふと割ってみると、こういう風に中が白くなって、ごまのようなつぶつぶの種が入ってます。このままね、こうスプーンですくって食べても全然いいですし、さらにね、これを半分に切って、こうね、手でこういう風に皮を剥いて、ちょっと割れてしまいましたけど、あとね、こういう風に切り分けます。それでちょっとね、お皿にこう盛り付けたりなんかして、まあ、この辺のね、切り方は自由です。まあ、こんな感じでね、皮はね、手でも簡単に剥がれるっていうところですね。あとね、味なんですけど、ちょっと食べてみますね。この食感はね、なかなか日本にはない食感です。シャキシャキというよりもね、サクサクという感じですかね。あと味はね、ほんのりとした甘みがあります。そして酸味も少しありますね。本来ならこのドラゴンフルーツはね、すごい甘い果物なんですね。でも日本に流通しているものは甘みが結構少ないです。これなぜかというとね、ドラゴンフルーツ熟してから収穫するとね、すごく傷むのが早いんですね。なので、日持ちさせるために、未熟の時に収穫するんです。すぐに食べる時はね、熟してから収穫すればいいんですけど、取ってからね、輸出して日本に着くまでに腐ってしまうので、未熟の時に収穫するんですね。果物の中にはね、収穫した後も熟成して甘みが増していくものがあるんですけど、このドラゴンフルーツに関しては、収穫するとそこで熟成が止まってしまうんですね。だから甘みが少ないんです。だから甘いのがね、食べたい人は、まあ、沖縄とか行ったりね、どっか栽培してる現地に行って、熟したものを食べれば甘いものが食べれると思いますね。ただね、その日本に入ってきてるのは甘くないので、フルーツとして食べるだけではなくてね、野菜として使うこともね、できるんですね。ちょっとね、薄めに切ってサラダに入れたりとかね。あとまあ甘みが少ないので、ちょっとね、こういうぐらいの、これぐらいの大きさにカットしてね、ヨーグルトとあえて蜂蜜かけたりして食べても美味しいですね。まあ甘みが少ない上に、日本ではいろんな食べ方ができるっていうこともあります。これね、今回ホワイトでやってますけど、果肉が赤いね、レッドピタヤでするときにね、ちょっと気をつけてほしいことは、すごい赤いんですけど、これ服のね、染料の材料なんかにね、使われたりするんですね。なのでね、この果汁が服につくと取れなくなります。もしね、赤いのを食べるときは、その辺にちょっと注意していただければいいと思います。
あと保存なんですけど、すごく傷みやすいので、買ってきたらね、なんかビニール袋なんかに入れて、冷蔵庫もしくは野菜室に入れて、なるべく早く食べるようにしてください。このホワイトとレッドの違いなんですけど、このホワイトはね、ちょっとこれ見ても分かるように、少しね、ちょっと卵型してるんですね。で、レッドの方はね、もう少しちょっと丸みを帯びたボールのような形をしています。だいたいこれでね、外見で見分けがつくと思いますね。ただ圧倒的にね、出回ってるのはホワイトの方が多いです。そしてこのね、ドラゴンフルーツね、栄養価もすごく高くてね、ビタミンとかね、ミネラルなんかが豊富に含まれてるんでね、最近ではね、健康食とかね、美容食としてね、特にね、女性の方に人気が高まってるみたいですね。そしてこれ栽培する時にもね、害虫にすごく強くて、農薬を使わないんですね。で、そういった安全性でもね、すごく今注目されていますんで、この売ってるの見たことあるけど食べ方わからないっていう方はね、こんな簡単に皮むけますんで、体にもいいですしね。なのでね、ぜひね、普段から、まあ、フルーツとしても野菜的な使い方をしても食べれるので、ね、いろんな料理に応用できると思うんで、ぜひね、食べたことない方は今度見かけたらね、一度買ってみて料理に使ってみてはいかがでしょうか。以上がドラゴンフルーツの皮の剥き方でした。